Look for fashion. Supported by Owanda Securities. 皆さん、こんにちは。オワンダ証券プレゼンツファッションを探せです。毎月次なるテーマ、ファッションは何かを軸に、テーマゲスト、そして貴金属スペシャリスト、池水雄一さんと一緒にディスカッションしていく番組です。今回は、為替相場をテーマに、ストリートインサイツ代表安田沙和子さんにお話を伺っていこうと思います。池水さん、そして安田さん、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたします。さて、ちょっとね、10月に入りまして、イスラエルの問題という不確実性が加わって、うん、よりマーケット読むの難しくなってますね。うん、本当ですね。そうですね。為替市場もそうですし、ゴールドなんかも、乱高下してますからね。原油もね、乱高下著しいですよね。はい。ということなんですが、ドル円相場は全然動かなくなっちゃってるんですよ。完全に凪ですね。ですよね。ピタッと150円手前で。半ばでずっと動かないっていうのは、ちょっとびっくり。この状況においてね。そう。さっきの話じゃないですけど、嵐の前の静けさなんで。嵐が起こったらどうなるのかというね。不安でいっぱいですが、はい。ドル円がなぜこんなに膠着してしまっているのか、何が今変わったのかというところを今日は安田さんに教えていただこうと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。では、まずは、オリジナル情報が充実しています。オワンダラボからデータをチョイスして、今、マーケットの状況、そして投資家動向がどのようになっているのか見ていきましょう。最初のデータはこちらです。オワンダラボから FX の騰落率ランキングということで、この10月1日から17日までの期間、一番上がったのが右側青いやつ、で下がってんのが左側の赤いやつということで、スイス円のパフォーマンスが一番いいんですね。やっぱり地政学的リスクなんですよね、これきっとね。うんうん、はい。イスラエルに対するハマスの攻撃、10月の7日でしたか、週末に起こって驚きましたけれども、それ以降特にスイスフランの上昇激しいように見えます。あと過去の推移を見てみますと、やはりその1990年、あれ8月の湾岸戦争から見て、1998年10月の NATO のユーゴスラビア空爆決定などなど、地政学的リスクを振り返ると、スイスフランって円に対してもずっと上がってきていたので、どうしてもやはり安全資産として注目される通貨なのかなというふうに考えています。はい。はい、つまり、イスラエルもハマスの、紛争、戦争ですね、のせいで、為替市場ではスイスが先行されているということなんですが、はい、その下にね、これ南アフリカランド円が入ってるんですよ。いや、不思議ですよね。これは、どうですか？池水さん、ランド円っていうと、南アフリカ、昔は金鉱山の印象強かったんですが、関係ありますか？それ1960年、70年の話ですからね。そんな話になるんですね。そう。長が、ゴールドの生産でガリバー的な位置にいたのは、本当それぐらいの時ですよ。その頃は、要は3000トンの世界の生産だから1000トンぐらいは、長が掘ったんですけど、今、100トンですからね。そういった意味じゃ、もう、影響力はほとんどない。南アで何かあってもゴールド上がることないから、この、ザーの上がりっていうのはちょっと、わかんないな。スイスフランとゴールドが上がるっていうのは非常に典型的な、ゴールド上がりましたよ。反応だから、そこはすごく、ああ、やっぱりそうなるよねっていうのはわかるんですけどね。なんで南アランドがこんなに上がってんのかっていうのはちょっと、そうですね。なんか南アフリカというと株から見るとどうしてもアングロゴールドアシャンティとかゴールドフィールズっていうゴールドの鉱山ってイメージがあるので、あれたのかなと思ったんですけど、そうでないとしたらやっぱり金利差なのかもしれないですね。8% 超えてますからね。そうですね。ああ、これ今ちょうど金の算出するように、これオワンダの中にあるんですね。オワンダラボのデータですね。この中では南アフリカやっぱり110トン。まあ、要は、100トン台の、今、産出国ってすごくたくさんあるんですよ。うん、僕なんかはよく言ってるのは、10羽一からげの一つって言ってるんですけど。まあ、これね、今、まあ、一番上のは中国、ロシア、オーストラリアが300トン台なんですけど、うん、まあ、これらがちょっと抜けてるけど、これ考えると昔の南アフリカの1000トンっていうのはやっぱりズバ抜けてたんですね。そうですね。でも今はもうね、覚醒の感がありますね。はい。枯渇してきたんです、やっぱり。掘りすぎて。
取りやすいところは取ってしまったってことですね。そういうことですね。はい。ということで、南アフリカが金の生産国であったという、そのイメージというのが、もしかしたら、うん、この先ほどの FX の騰落ランキングの2位っていうところにあるのかもしれないですけど。あるのかもしれないですね。ここはもう皆さん塗り替えていただいて。いや、でも、金でっていうイメージであれば、オーストラリア円とか、5ドル円とか、キャンドル円とか、はい、それも売られてるんですよね。だからやっぱり、その、安全資産としての円というか、よりかは、その、キャリーの巻き戻しだったりですとか、うん、あとはその、金利差の縮小、例えばカナダだったりですとか、オーストラリアだったりですとかね、ちょっとその、据え置きに転換しつつあるというところで、ちょっとそのあたりの政策の違いももしかしたら意識されてるのかもしれませんよね。はい。なるほど。そして、通貨の強弱チャートというものもありまして、ワンダラボではこうやって、ある時点から今までの通貨がどのようにこうね、推移してきたのか比較してみることできますので、皆さんこれもチェックしていただきながら想像を膨らませていただければと思います。そしてオープンポジションです。未決済ポジション、オワンダグループ、世界のオワンダのお客さんのポジションにどうなってるか。不動の1位がいつもシルバーのロングなんですね、池水さん。良いですね。これ前回もそうだけど、うん、前回からちょっとシルバー下がったんですけどね、それでもやっぱりロングが8割方残ってるっていうのは、やっぱり、はい、みんなロング、シルバーすごい強気なんですね。シルバーですね。ゴールドではなくシルバーなんですね。やっぱり、安いから、一般、特に、個人投資家は手掛けやすいっていうのは、絶対ありますよね。要は今だったら85分の1の値段だから、ゴールド買えないけど、シルバーだったらっていう人もたくさんいると思うんでね。はい。ゴールドに関しては、上から1,2,3,4,5,6,7、XAU、USD で、これ 43% 対 56% で、うん、まあ、ちょっと買いの方が多いとは多い。そうですね。これ多分前回やった時はほぼほぼ半々だったと思うんですね。記憶によると。ということは、ロングが増えた、うん。ちょっとロング増えてるのかなというところですよね。はい、うん。そして安田さん、興味深いのは、先ほどスイス円の騰落がすごくね、クロス円でスイス買われてるって話があったんですが、オワンダグループ全体で見ると、これ、ユーロスイス、ポンドスイス、スイスが売られ、売り玉ですよね。ショートになってるんですよね。そうですよね。はい、これが衝撃的で、なので、もしかしたら、まあ、スイスフランかなり上昇してしまったので、逆張りで入っているのかとも考えられますよね。はい、まあ、スイスもね、据え置きに転じているので、金融政策で言うと、うん、まあ、そういった金利差観点で言えば、まあ、確かに、まあ、スイス売りでもいいのかもしれませんが。ね、だいぶ上がってましたからね、はい、スイスのものがね。はい。単純に円が最弱っていうさ、なんかやっとさ。そう、それはもう否めないですね。はい。ただちょっと興味深いのは、日本の報道だと、日本の個人投資家はドル円のショートすごく積み上がってるっていう話があるんですが、はい、オワンダグループのドル円は結構ロングなんですよ。56% ロングですね。下から2番目。やっぱり世界全体のお客様ということで見ると、日本人の投資家は介入期待で、はい。ドル、売りにポジションを傾けてるかもしれませんが、うん、世界全体で見るとその介入期待はそこまでではないということなんですかね。あとどうしてもやっぱりマイナス金利から脱却が遠いと思われてるのかもしれませんね。あと圧倒的な金利差で、ショートで持ってると辛い、うん、ね。あ、スワップね。支払いが大変です。方がいいですよね。うんうんうん、っていうのが、まあ、世界の潮流かもしれないですね、これね。そうですね。はい。まあ、ちょっと、日本の個人投資家は、本当に、独自の動きをしてるってことですね。そうですね。そういうのが、よくわかります。うん、はい。そして、オワンダのオーダーブックです。ドル円相場に限ってなんですが、オープンオーダー、どこに注文がありますかということを、視覚化したものです。うん、149円50割れるぐらいのところにストップが結構あるんだなっていう感じがありますね。そうですね。レンジが今すごくタイトになってるから、余計こんな近いところにね、ストップオーダーが入ってるっていう感じなのかなと思っちゃう、ね。で、しかも2022年10月21日の高値も151.94まで見てないんだなというのも面白いですよね。ああ、そうですね。はい。で、この前の高値が150円の16銭でしたけど、やっぱそのあたりぐらいまでの上昇を見込んでる程度かなと。しかもね、150円超えてくるとやっぱり売りの方が差し値が多いのでね。
はい。ということで、まあ、こういったところからも次、どこのラインを超えたら、相場が大きくこうね、ボラが上がるかとかいうことが見えてくるということですので、こういうのもまめにチェックしていただければと思います。ということで、今日はちょっとね、通貨を軸にオワンダラボからデータをご紹介しましたけれども、通貨だけじゃなくて、もうコモディティから、株価インデックスから、まあ、いろいろな情報満載でございますので、オワンダラボの情報をぜひ皆さん、チェックしてみてください。詳しくはこちら QR コード読んでいただきますと、どのような情報があるのかということを見ていただくことができます。もちろん口座作っていただければ、まあ、全ての情報にアクセスすることができますので、皆さんオワンダラボの様々な情報をチェックしていただければと思います。さてここで一つお知らせがあります。なるほど投資フェス2023。11月23日にご覧の豪華講師陣が一堂に会しまして、イベント、セミナーを開催いたします。東京のね、近郊にお住まいの方はぜひ会場に足を運んでいただきたいんですが、遠くて来られないという方は、こちら全部動画で撮りまして、後で配信するハイブリッドでの開催となりますので、見たいという方はぜひね、そちらオンデマンド配信の方も見ていただければと思います。もちろんね、こちらの11月23日、ということで、もうね、来年に向けてのテーマというのも見てくる時期かと思いますが、今不確実性がこう高まってきているので、本当にこの時にどんなテーマで話しすることになるのか、池水さん、ちょっとわからないですね、今ね。そうですね。もう11月のこの23日に一体ゴールドがどこにあるのかっていうのは、本当難しいよね。はい、ちょっと想像ができないぐらい難しいな。いや、でも地政学的リスクもこれ以外にまた何かという話もね、アゼルバイジャンとかっていう話も出てきてるので、うん、でね、世界が変わってる可能性もありますよね。そうですね。ということで。なので、要チェックです。一番最新の情報をお届けしてまいります。このファッションを探せの番組からは、エミー・ユルマズさん、そして森永康平さんによる為替の特別セッションをお届けしてまいります。為替市場も今はなぎだけれども、さあ、そのうち大きく動き出すかもしれませんよということで、ぜひ最新情報をチェックしたい方は、こちらのイベント、参加していただければと思います。ワンダ証券もブースを出展いたします。ワンダ証券のお取引、それからどんな情報があるのかなどなど、詳しいことを知りたい方はぜひ当日ワンダ証券のこのブースの方にもお立ち寄りいただいて お声掛けをいただければというふうに思います。お席の方残り少なくなってきましたので、お申し込みお早めにお願いします。こちら QR コード読んでいただきますと、詳細にアクセスできます。皆様のご参加お待ちしています。では進めてまいりましょう。本編です。安田さんに聞いていきましょう。このドル円相場、なぜ今値動きが膠着してきたのかということなんですが、はい、アメリカサイドに何か変化があったようですね。そうですね。端的に言うと、そのアメリカの金利上昇を牽制し始めたなという印象があります。はい。そもそも9月 FOMC の段階で注目されたのが、2024年末の FF 金利投資ですけど、はい、0.5% 上げて 5.1 にしましたよね。だからそれで、まだまだ金利高いじゃんっていうね、そんなムードだったんですけどね。そうなんですよ。で、それに加えて、パウエル議長、確かに注意深く政策を進められると6回発言したんですが、はい、まあ、その一方で、特に気になるのが、その経済活動の力強さが利上げを必要とする主な理由って言葉を挟み込んできてまして、しかも GDP は統治目標ではないけれども、GDP 比の熱がインフレ目標 2% 達成の脅威になるっていうところ、この辺が問題ってお話ししたんですよ。はい、要は、今まで物価上昇率、を見てきて政策面してきたんだけれども、今後は経済の力強さによって、それがインフレの押し上げにつながるんであれば、利上げするかもっていうスタンスに切り替えたんですよね。はい、で特に第三四半期って GDP5% 超えるっていう話があるんで、それだけ見ると、じゃあやっぱり利上げ続くんじゃないかっていう連想にも働くじゃないですか。はい、なので、9月21日の FOMC の会見の後、S&P500 って窓を開けて下がってるんですよね、やっぱり。パカッと下がるね、はい。そうなんです、意識されて。で、10年債利回りもポンとまた上がってきて、ドル円も10月3日の150円の16銭に至るわけですよ。はい、はい。ところが、10月ぐらいからコロッと変わるんですよね。はい、次のスライドですね。なんか、その、フェド関係者が、もうあんまり利上げしなくていいみたいな言い方をし始めました。そうそうそう、はい、はい。9月のね、終わりぐらいも、フィラデルフィア連銀総裁とか、ボストン連銀総裁は、金利の上昇っていうのは、フェドの利上げを
認めた一つの証だみたいなことを言ってて、割と金利上昇容認姿勢に出てた割に、もう最近は高派のミネアポリス年金総裁まで、いやもうこんだけ金利上昇してるから追加利上げの必要性って低下してるよねって言い始めてるんですね。これがもう高派から鳩派までみんな一応に同じことを言ってるので、金利上昇を牽制し始めたらという印象があります。急にみんな鳩になってね。そうなんですよ。どうしちゃったの？なんでこれこんなことになったんですか？で、やはりちょっと今の金利上昇が悪い金利上昇につながりかねないっていうところがあるのかなというふうに考えています。はい、でそもそも今金利上昇している理由って2つあるんですよ。はい。1つは、バイデン政権の財政支出ですよね。なるほど。はい。ね、2021年3月のコロナ向けの景気刺激対策 1.9 兆ドルで驚きましたし、あれ、現金給付が1人1400ドル。はい、ものすごい大盤振る舞いだったわけですけど、それに加えて、3つ法案成立してまして、で、GDP 比で見ると、11% に相当すると。で、これって結構大きくって、はい、リーマンショックの時のオバマ政権で GDP 比 5.5% だったんだけど、2倍なんですよね。はい。それだけやっぱり財政がジャブジャブになってたっていうわけです。まあ、それが一つなんですけど、もう一つは、はい、この、財政出動が拡大したことによって、はい、連邦政府債務なんかも拡大してますよねっていう話なんですが、そうですね、はい、その結果、やっぱり保守強硬派の共和党が物を申して、債務上限の交渉でもいろいろ揉めましたよね。はい、そうですね。で、あの時1月に債務上限にヒットして、そこから6月に債務上限凍結合意ができるまで、はい、まあ、債券発行できないような状態になって、まあ、やりくりして発行してたような状態になってたんですけども、はい、そのおかげで、現金が枯渇しちゃいましたよね。次のスライドですね。はい。はい。はい、6月に228億ドル、これ、とんでもない水準まで下がってきたんですよ。で、そこから10月12日時点で、まあ、約7000億ドルぐらいまで戻してきたんですけど、これはやっぱり債券が発行できるようになったからです。つまり債券これだけ増発したということになります。はい。次の増やしてるとそうです。借金増やしてるんです。ものすごい勢いで、今、国債を出してるということは、出してるんです。需給が悪化するから、やっぱ金利は上がりやすくなるってことですかね。なので、やっぱりこの前の30年債利回りでも、ね、入札動向テールに終わってしまう。で、これが嫌気されてって言われましたが、実際ね、これ年次で見た米国債のネットの発行高なんですが、はい、現段階9月末までで1兆7600億ドルぐらいあるんですよ。で、それだけ聞いても何やって思いますけど、これ2010年リーマンショック以来の最高なんです。で、もちろんコロナ禍が最悪なんですけど、それを除けば金融危機後のレベルを超えてきてるってことで、それだけ債券発行、ペースが早いということです。なるほどね。この2020年はコロナ禍だったんで、はい、まあ年としてのしょうがないとしても、いや、今果たしてこんなにね、借金増やすほどアメリカお金必要なんですかっていう。まあ、そこはやはり現金がなくなったということと財政出動の2つですね。ああ、なるほどね。はい、凍結してた間にどんどんなくなったからということでしょうけど、はい、でも、金融危機直後のレベルまででもものすごい借金のね、そうなんですよ。ペースが早いっていうのはやっぱちょっとやや拡大しすぎじゃないのって気はしますよね。なので、下院議長選なんかで保守強硬派が非常にその歳出削減を求めているのね、交渉材料に議長選でも混迷の状況ですけど、まあ彼らには彼らの理由があるということですよね。なるほどね。で、借金が膨らむということは、連邦政府の債務もね、債務が膨らむ、ね、大きく、はい、拡大している状況でして、はい、第2四半期末の段階、9月末か、9月末の段階で 33.2 兆ドルですか。すいません、次のスライドだと思うんですけど。はい。あ、すいません、その前に国債の利払い負担ですね。利払いの負担が金利上昇のおかげで増大してまして、これ第2四半期末時点で年率換算9700億ドル。で、これはトランプ政権が発足した2017年と比較すると約2倍なんですよ。で、しかも今金利上昇してるんで、さらに、利払い負担も合わせて債券発行していかなきゃいけないっていう悪循環に陥っているわけですね。借金ある人は金利が上がっていくと大変よね。大変ですよね。はい。という状況です。はい。うん、はい、で、それで、連邦債務が膨らんでて、9月末に 33.2 兆ドルなんですが、うん、これね、前期比の大きさ、増え方がすごくて、8350億ドル増えてるんですよ。で、なんかドルベース言われるとびっと思いますけど、これ円換算すると125兆円になるってことで、この金額って2023年度の日本の一般会計総額114兆円を上回るんですよ。
前期比ですよ。これだけ膨らんでるから、財政高派の保守強硬派なんかが、これじゃいかんということで、拳を振り上げてるわけですね。まあ、それもわかりますよね。で、割引、そうですね。あ、すみません。上限が31兆ドルだったじゃないですか。はい。という意味では、それからこんだけ増え、まあ、2兆ドル以上。そうなんですよ。1月に止まったのが 31.4 兆ドルですから、8ヶ月です。で、もう今、2025年1月までこの、要は上限ないわけですよね。そうなんです。この調子でいくと、すっごく増えていくっていう、そういうイメージ。そうなります。そうなると、悪い金利上昇になってしまうと、国民生活に響いてくるってことですよね。はい。そうすると、フェドがまあ利上げしなくても、かなり結構厳しいことになってますよっていうことなんですね、はい、今ね。そうですね、はい。はい。となると、実体経済に対する影響というのもね、この金利高というのは気になるんですが。はい、そうですね。金利上昇でもちろん、その、利払い負担なんかもあるんですけれども、シリコンバレー銀行の破綻で問題になった未実現損失ですね。含み損のあたりですけど、銀行ですね。はいはい、ここも、第二四半期末時点でまだ5580億ドルと高止まりだったわけですよね。はい、で、これ、9月の段階になってくると、さらに金利がね、4.9 に近づく過程にありましたから、さらに大きくなってもおかしくないというわけですよね。その一方で預金残高が5四半期連続で減少してるんで、銀行の自己資本が落ちてくると、やっぱりその融資も襲ってきますよね。はい。流動性を確保したいから。ってことを考えると、その実体経済として融資も襲るから、景気下押しになってくるわけですよね、金利上昇が。しぶりにつながりますよってことですね。はい。なんでアメリカンバンカーズって出したんかも最近で、ね、その、はい、タープ2.0、覚えてらっしゃいますか？不良債権救済プログラム。ああ。あれの、ああいったタープ、そうです、タープ 2.0 を作って、こういった未実現損失に直面する銀行を救済すべきだっていう話が出てるわけですよね。今年3月にね、アメリカの銀行危機っていうのはありましたけれども、状況はもっと悪くなってますよってことですよね。はい。あの時よりも金利また上がってますからね。そうなんですよ。一応、その大手の銀行の決算悪くないねって話なんですけど、実は、表面はそうなんですけど、やっぱり中掘っていくとそうでもないところも実際ありますしね。そして、次のスライドですが、これは何ですか？これは信用総額、アメリカの銀行の信用総額なんですけど、うん、これ何かって言いますと、先ほどお話しした、有価証券のポートフォリオの未実現損失だったりですとか、あと預金残高とか、あとはその商業不動産とか、商工ローンとかの融資、これ全部合わせた投資資産ってことで、総信用額っていうところになってるんですけど、これ見ると前月比で、特にね、2023年以降、マイナスが続いてるんですよね。で、これはその未実現損失だったり、預金残高の減少の影響なんですけど、これだけその数ヶ月にわたってマイナスが続いている状況っていつかっていうと、リーマンショックの後なので。あ、この左の方行くと、はい、左側ですね。2008年、9年、10年、はい、ですね。はい。で、もちろんリーマンショックのような危機が起こるとは想定していないんですが、どちらかというと、その、貯蓄貸付組合の危機のような、地銀のやっぱり再編であったり、ちょっとその、まあ、破綻でっていうのは、まだまだあり得るというふうには考えられますよね。なるほどね。はい。そして、金利が上がるとね、我々個人、消費者にも結構、大変なことがあるんじゃないですか。そうなんです。そうなんですよ。先ほどこのお話、大手銀行の決算大丈夫そうでしたって申し上げましたけれども、うん、中見てみると違うって話で、一つ心配なのが、クレジットカードの貸し倒れ償却率なんですね。で、これ見てみると、JP モルガンがまだ低いように見えますが、特にウェルスファーゴですね、直近 3.4% で、これ2020年第2四半期、つまりコロナ直撃を受けた時の水準 3.8 に近づいているんですね。はい、はい。なので、銀行によっては、こういったその貸し倒れ償却率というのは上がってきている可能性があって、それはすなわち、不良債権になっちゃいますよね。そうするとまた、銀行の、もちろんその利益を圧迫するわけで、銀行の貸し部につながって、最悪の場合はやっぱり、まあ、整理破綻というところにつながるということが想定されています。で、もう一つその貸し倒れ償却の手前の延滞動向を見てみましても、大手100行の、これ資産別で見た場合、そうなんですけど、大手100行で見ると、クレジットカードの延滞率 2.6% で、2012年以来の水準ではあるんですが、それ以外の銀行になると 7.5% なんですよ。で、FDIC に関連している銀行って4600行ぐらいあるんで、そんなにほとんど、はい。だからそのほとんどが 7.5%
の円単位ってことは、それが今度貸し出し集約に行ってしまうというリスクがありますよね、と。いうことで、その銀行の健全性というのはやはり問われる状況というのは変わってないわけですよ。だから金利上昇、さらに金利上昇すると、先ほどの話につながった未知現損失が膨らんで、やっぱり自己資本が薄くなってっていう、そういったスパイラルの悪化につながりかねないってことですね。なるほどね。はい。だからまあ連邦債務の問題と、あとも実体経済に及ぼすこの高金利、はい、急速な金利高の悪影響というものを、まあ、鑑みて、急にフェドの要人がハト派的になったのかな、はい、ということなんですかね。あとやっぱりパウエル議長自身がソフトランディングのは基本シナリオって話してまして、はいはい、割と自分たち呪縛をね、縛ってしまったという話もあるので、ソフトランディングに持っていかなければならないとしたら、金利上昇の悪い、シナリオっていうのを排除していかなければならないので、やっぱり追加利上げはおそらく難しいでしょうし、同時にその金利上昇を促すような発言というのは控えざるを得ないというふうに考えられます。はい。となると、まあ、アメリカの、まあ、追加利上げっていうのはおそらく、もうないだろうみたいなことになってきますよね。年内はおそらくないと思います。自動車労働組合のストライキの影響もありますからね。年内はおそらくないというふうに考えてまして。で、はい、今後その日本が政策変更する場合で、日米金利差が縮小するとドル円も落ち着いてくるというふうに考えています。例えば今日米金利差ってまあ 4.8 と考えて、今日本が 0.8 です。まあ大体 3% くらい。はい。ですよね。ってなってくると、あ、すみません。例えば、なんか 3.5 とかこの辺になってくると、どうしてもやっぱり150円手前になってきますが、例えば、アメリカの10年債利回りが 4% まで落ちてきて、はい、日本の金利が 1% まで来て、3% まで来ると、130円ぐらいまで落ち着くという試算ができるので、まあそういったシナリオに落ち着いていくかというところが今後注視されます。まあ日本側の政策に関してはね、日銀が金融政策を司るわけですけれども、はい、なんか神田財務官が、まあ、金利を引き上げることも為替市場の激しい変動には対処の方法としてあるんだみたいな発言されたっていうのはちょっと驚きましたね。まあ利上げと介入ってさっき利上げが来てましたよね。そうなんですよね。あれ、IMF とやっぱり太平洋局長のね、発言なんかも出てきてましたから、ちょっと外圧にも対応したのかもしれませんけれども。ですからまあ、ちょっとこう、世論的にも、ちょっとこの円安をなんとかしろみたいなムードが高まっているので、うんうん、まあ日銀がどう出るかっていうことで、そうですね、まあ、出口はそう遠くはないのかもしれないと考えると、ドル円相場、やっぱりこっからこう急騰してまた160円だとかいうよりは転換するリスクっていうのを考えておいた方がいいということになりますかね。そうですね。YCC でも今後もしかすると上限一応置いてる 1% から 1.5 に引き上げるという話も出てきて、それで本当に10年債利回りが上がった時の金利差、この辺が見込まれる可能性もあるというふうには思います。はい。ということで、池水さんいかがでしょうか。はい。もうおっしゃる通り、今日は非常に勉強になりました。ありがとうございます。ただし、皆さん、投資における最終判断は、ご自身で慎重に行っていただければと思います。ファッションを探せ、この番組は、オワンダ証券の提供でお届けしました。皆さん、今日の動画へのいいねと、チャンネル登録、どうぞよろしくお願いいたします。今日は、ストリートインサイツ代表、安田佐和子さんをお迎えいたしまして、お話を伺いました。安田さん、貴重なお話、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい。では皆さんまた次回お会いいたしましょう。ごきげんよう。